国原チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんばんは。国を晴らす男、国原です。えー、今ですね、ハリー村の方では、えー、日本を守り、世界を晴らすための研修、ハリムラ研修の9月度、10月度の、えー、参加者を募集しています。第3、土日、えー、研修を行っておりますので、えー、興味のある方は、概要欄のリンクからお申し込みください。はい、えー、今日はですね、えー、918ということで、えーまあ、あのー 引用としてですね、こちらの参政党 Q&A98 参政党は水道民営化を進めようとしているんですかっていうのを引き合いにお話してみたいと思います。うんえー、この本ではですね、水道民営化っていうのは進めようとしていませんと公的機関が行うべきだというふうに書いてあります。 えー、武田先生が、ねえー、言った言葉がちょっと誤解されて、えー、推進してるんじゃないかっていうのを、えー、言われているようなんですけれども、えー、日本の水道はですね、えー、日本の水道をその外資とかあるいは、えー、その外資とつながりの深い日本企業に任せることには反対だということですね、まあ、これはあの水はね本当に、えー、自分たちの食とかあその 生活の基盤だっていうことですよね生命の、まあ、そこを非常に重視しているものだと思いますで2つ目が、えー、と水道民営化自体が、まあ、うまくいってないだろうと海外でっていうことが理由に書かれています水道料金がですね上がって国民の利益があ害されているとフランスなんかは公園に戻しているじゃないかと、えー、にもかかわらず日本の行政っていうのはコストカットあるいは効率化の呼び声で呼びかけでだまたされているとうん まあそういう主張がですね、こちらの賛成キーワードではされているわけです。えー、私もですね、あのその安全保障という意味で、えー、全く水道民営化は進める,進めるべきじゃないと。 え現時点では考えていますでここからはあの個人の調査なんですけれども、まあ、さっとですね、えー、インターネットなんかを調べてみると、えー、水ジャーナリストの橋本淳二さんっていう方があ宮城県の例をうまくまとめてらっしゃるので、まあ、そういったものも見られるといいかなというふうに思います、えー、ざっくり言うとコンセッション方式っていうのをどんどん宮城県知事が進めていて、えー、それでまあどんどん進んでいったと。 でえー、とその受託した企業グループの中の一つが、えー、ベオリア系列の会社で、えー、外資が51%の支配権を持っていたとで。このベオリアっていうのはあ、2021年の5月にスエズ社を買収して、まあ、売上でいうと370億ユーロ、えーまあ、ざっくり100円だと考えたってですね、まあ、3兆円規模と、えー、そういうグローバル大企業になっている、そういうところが入ってくるよと、えー、これでいいのかと。 いうことで自民党の宮城県議会もですね会議員もですね結構揺れたというレポートがありましたまた他の記事なんかを見てもですね宮城県のほか大阪市名古屋市浜松市といったあたりで結構検討されているっていうことが言われています えー、特に大阪市に至っては、えー、橋本市長がですね、えー、結構、ぐいぐいやろうとしたみたいなんですが当時の大阪市議の反対で、えー、断念を条例案の断念をしたそうですね。えーまあ、これはもともと水道管の老朽化というところが出発点になっているみたいなんですがいろいろ考えてみる必要があるのかな、えー、特に維新の,です、ね、そのこう足早感というかです、ね、危うさというか。うん まあその辺りを、えー、如実に物語るものじゃないでしょうか。まあ家事のとこもそうですけどね。えー、っとでこっからは、えーっとまああのー、私あ,、まあそこからというか見たんですけど料金の値上がりに関してはなんかせ正当銀 えー、政策投資銀行のレポートとか見ると、まあ、EU の環境規制のせいだっていうふうにも書いてあったりもするのでいろいろですね実態のところ本とか読んで、まあ、皆さんも勉強していただければなというふうに思います。うん でまあ今日はそれで終わってもいいんですけれどもえっとここからはですね結構まあ無責任な話をしたいなと思うんですがやっぱえっとこのね水道民営化の話の時もやっぱ竹中平蔵氏が名前が出てくるわけなんですね。でこの間も派遣の話もしましたけどいや私はやっぱり、ね、新自由主義竹中氏のやったこととかですね まあ,あるところでですね、まあコネクティングドッツっていうか、あなんか点が線になったみたいなタイミングがありまして、で、そのきっかけがですね、まあいつぐらいだったのかなっていうのはちょっと定かじゃないんですけど、でもここ1、2年ぐらいの時に、うん、まあ定かになったんですよね。なかでそういう話をちょっとした方がいいのかなと思って、うん。 であのなんか完全に裏取ったとかそういう話じゃないんで、まあ、参考までに聞いていただきたいんですけど、あのー、その新自由主義の危うさというか、民営化とかですね、なんか怪しいなって思ったのは、やっぱり郵政民営化の,その小泉純一郎さんですね、元首相の動きなんですよね。で、並びにその息子の新次郎さんですね。うん、えっと 私が一番違和感を持ったのは、えっとまあ、経団連とかで自民党、ね、あるいはその成人興味を持った大学生で、当時2001年に小泉純一郎さんとかが首相だったんで、まあ、その時の雰囲気とかすごいよく知ってるんですよ。うん、あの熱狂とかね。優郵民営化、優政民営化って言って、で、あれだけバカ騒ぎして、で、自民党をぶっ壊すとか言って、で、あれだけ割れてですね。で、なんか、 対象して民営化したわけなんですけどじゃああれで何が起こったのかっていう話ですよね、うん、そしてその後に小泉純一郎元首相がどういう動きをしていったのかっていうことを見ていったらいいと思うんですよねで私はですねあのまずその優先民営化自体まあ今皆さん肌感覚でもなんかいいことあったって言ったら何もないですよね うん、でかつ、なぜか、ちょにはこう、がん保険が売られていると。そして、それは A 社だと、外資もね。なんだこれって思うわけですね。うん、それが1点。で、それから2点目は、なんで自民党の首相までやった人が、いきなり原発反対とか言い出すのかなと。ね、細川森弘さんと一緒に東京都知事選の応援するとかね。えー それは結構異様なことなんですね。うん、でそういった見方で、えー、していくとですね、まあ、やっぱりその裏に何かあるなっていうふうに考えるのが普通で、でそうやって見ていくとですね、やっぱり再エネの話が出てくるんですよね、とはい太陽光パネル、うんで。実際そういう記事も出てますよね、その太陽光 事業のところと婚姻になっていたとかでですねでその後にじゃあ小泉純一郎氏の息子の進次郎氏が自民党の部会でどういう部会に入ったかってこれもチェックした方がいいです。で私はまあ経団連の時に自民党の部会とかの雰囲気も知ってるんで、まあ、実際にまあ政調会がですねまあ今 どれぐらいとかっていうのはあるんですけどあのでもまあそこそこ大事な期間だと思うんですよね、うん、影響力あるというか権力があるというか部会長ねでまあ私は独禁法の部会とかもちょっと傍聴で出たりとかですねしてましたけどまあまあそれはいいとしてまあいろいろですねこうまあそんな話も思い出しますが。 えー、小泉進次郎氏がですね、えーまあ、議員になって最初ぐらい何かニュースで流れてきたのがやっぱり農水なんですよね農水部会長になったと。うん、でこれで、えー、こう農業の方の民営化あ株式会社参入っていう方向性だったりとかそして、えー、ご案内の通り環境大臣になっていくわけですね。 うん、で今やってることがこう屋根に太陽光義務化とかなんかいろんな変なことを言ってるじゃないですかだからそういうところにそういう人がつくっていうのはどういう理由があるのかっていうのを皆さん考えてみてはいかがでしょうかっていうことなんですね、えー、また CSIS との関係性ですね、うん、CSIS のー日本部長であるマイケル・グリーン氏っていうのはまあ 一説にはですね、あの日本、ジャパンハンドラーだっていうふうに言われていたりもします。そういう小泉進次郎氏がアメリカに留学をしている人間であると。うん。言ったあたりとかですね。うん。まあ、そういう状況とかっていうのも、やっぱりある程度ですね、皆さん、まあ、自民党の部会とかですね、支援サヘスとか、あんまり馴染みないと思うんですけれども、 やっぱりそういった情報も含めてこの日本の政治あるいはどの人がどういうポジションにつくのかっていうのをね、えー、見ていかれるっていうのは非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。えー、私の友人でもですね、えー、純粋に政策論だけでいろいろロジカルにですね、えー、考えている人もまあいますけど。 やっぱりそういう部分も影響を受けての政治であり政策なんですよね。なのでそういったところは私はあやっぱり20代の頃にあるいは30代前半に経団連っていうですね、まあ、生の政治に近いというか、まあ、一つの生の政治の形ですよね体験できたことは非常に良かったんじゃないかなと、うんえー、いうふうに思ったりもします。 えまあ今日はですね水道民営化のお話なんですけれども、民営化っていうのを同じテーマで、ですね優先民営化、そこからのですねえどういう人がどういうポジションに就くのかと、どういう背景があるのかと、そういうのまで目配せをして、物事を考えることの大切さを皆さんにちょっとお伝えさせていただきました。ちょっとね、踏み込んだ話なんですけど、こういう部分はあの本当に私の個人の発信なので。 えー、賛成等とかで関係ないんで、えー、その点は誤解なきようにお願いいたします。えー、ということで、えーまあ、もとよりこのチャンネル自体がそういう,う個人の発信ですね。はいえー、ということで、えーとまあ、皆さんもね、えー、こういう話、もうちょっと聞きたいという方がいたら、えー、張村研修の方に、コ、えーチの、ね、方にです、ね、ぜひ来ていただいて。 えー、話せればというふうに思いますなので概要欄のリンクからお申し込みくださいえそれではあの皆さんもね今日素敵な一日をお過ごしくださいまたお目にかかりましょう国原でしたさようなら